はい、どうもです。えー、今回ですね、まずはトラさんですね、トラさんがですね、ビッグナイトやと、もう今日の夜はもうめちゃめちゃ偉いこと起きそうと、えー、そういう話をされてました。まあその、共和党長年、ね、予備選ですよね、トラさんが支持した方たちがめちゃめちゃ勝ちまくってるっていう、まあそういうことがありまして、まあ特にその、リノ共和党員って言われてるね、えー、共和党なんですけども、トラさんを裏のギり裏切ってと、まあそういう人たちがめっちゃ負けてる。 みたいでしてやっぱりね、この今回の中間選挙はトラさんがやっぱりひっくり返して帰ってくるっていうそういう記事ですね。えー、ありましたのでお伝えします。 次はオーストラリアですね。オーストラリアが10年ぶりに戦闘準備に入りました。今から何が行われんねんっていうね。10年ぶりに何かあるかもせえへんからちょっと準備しますわっていうことで、戦闘の準備に入りましたで、ね、お題をお伝えします。じゃペロシですね。シーペロ。シーペロがですね、タイのワンに行きました。今はもうなんかもう韓国に行きましたけども、あのー、タイのワンはミステマセンと言い切りましたですね。<laughs> お前大丈夫 でねあのまあ、アメリカ側もですね、あのシーペロは言うことはもうあいつの家庭移動から関係ありませんと。もうアメリカ自身はその支持しません。独立支持しませんって言ってるんですけども、ペロ氏はですね、やっぱ言っちゃうみたいですね。見捨てませんって言ってました。はいよ、お伝えします。で、もちろんそのシーペロの発言に対しては、中国さん怒りますよね。あの、統一絶対しますと。<laughs> これもね、また言い切ってしまいましたですね。 完了させままますすと、えー、そういうい発言がありしした内容をお伝えします最後に、今結構やばくてですね、中国が、まあ、こういった、あのー、シーベルがですね、行ってますので、日本、まあ、台湾まず囲んでますね。日本も非常に近いですからね。日本の領域に入って、軍事の演習やってます。しかも、あのー、実弾をブリ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 も撃ちまくってるっていうことがあるみたいでして、まあ、危ないんかどうかわかりませんけども、このまま中国が、 いうだけかやといかん方やったんかってなるのかもしかしたら何かあるかもしれませんの、ね、で内容をお伝えしたいと思いますまずはトラさんですねトラさんがですねビッグナイトやともう今日のこの勝利っていうのは世界をひっくり返すとまあそんな話をされてましたまあ共和党の予備戦があったんですけどもトラさんが支持した方がめちゃめちゃ勝ちまくってるんですよねもう連戦連勝ということで トラさんが支持した会員議員の方がアリゾナ州で大勝利を収めました。で、そのアリゾナ州だけではなくて、ミシガンとかカンザス、ミズーリ州、あの、ミズーリ州、なんか発音がしいですね。ミズーリの方でも,もう大勝利を収めたっていうことで、やっぱりトラさんをこう支持し、トラさんが支持した方がもうめっちゃ勝ちますよね。で、なおかつ今回良かったのが、リノ共和党員もトラさんを裏のギリした人たちがめちゃめちゃマッパ負けてまして、やっぱりその、次の中間選 選挙ではですね、もうかなり期待できますよね。トラさん推薦の会員議員である、アイドラ州の火曜日の夜、ポール・ゴーサーさんとアンディ・ビックスさんが、それぞれ予備選挙で勝利をしました。AP 通信が、アイドラ州の第9議会の現職会員議員、ゴーサーのレースをこう呼びました。最新の選挙結果によりますと、およそ64%の票が集計現状されてまして、ゴーサーさんがおよそ63.7%を獲得し、大きな差を保って まあ、さすがに、60%以上開票してて、60%以上の価格としゃったらですね、もう負けることないですよね。もうこ からひっっくくり返るんであれば間違いなく D 機器をあの円の角やっても出ますよねこれでひっくり返ったらね、ほぼびっくりしますけども、まあ、とあいつ相手の方ではもう勝つっていうことはほぼ確ですよね。で、薬師屋さんによりますと、予想される当選者としてゴーサーは民主党の対抗馬と対決することなく、11月の選挙で正式に当選することになると、まあ、そういうふうに言ってまして、 無投票出馬したビッグさんは共和党の使命を獲得しました。彼は11月に民主党のハビエル・ラモスさんと対決することになるということで、まあこのラモスさんに勝てば結構ね、大きなことになるということですので、まあ今回ね、トラさんがビッグナイトやっていうことで、まあいろんなところで勝ってました。ミシュカンの方ではファンタスティックな夜や言うて、トラさんね、言うてはりましたですね。チューダー・ディクソンは素晴らしい知事になるでしょう。ジョン・ギブスが最後に大逆 楽天で勝利をしました。弾劾者にとってはいい時期ではないようです。ということで、まと、あ、らさんをこう裏切ったのを理の共和党員で10人いますけども7人減って、あと3人やともう待っとけああ言うてね。そんな感じで言うてはりました。ですね。 まあ、トラさん人気っていうのはこれからもですね、衰れることなく、あの、邁進してほしいと、そんな風に思います。次はオーストラリアですね。オーストラリアが10年ぶりに戦闘準備に入りました。あの、何かあったんですかねこのタイミングで何準備するんですかっていう話なんですけども、オーストラリアのアルバニージ首相が3日付けになります。安全保障上の脅威が高まる中、10年ぶりにオーストラリア軍の戦闘準備体制の確認定 テストを開始することを発表しましまたこれ、ブルーマーカーこれ伝えているんですけども、今から何が起きてもおかしないから、準備しとくと、テストしとくと、そういうことを正式に発表しました。首相によりますと、確認テストは変化する地域、あと世界戦略情勢への効果的対応に向けて、オーストラリア市の準備を整え、防衛能力及び軍備構想と目標との適合を図る。 さらにそのテストではオーストラリアの国防プロジェクトの投資状況に公平評価が行われると。だからまあ正式に準備がどうというその準備の準備ですかね。なんかやろうかーってなった時にうまいこといかにかっあかんから今のうちにテストしたきますと。まあそんなことがねあったみたいですね。 なんか、オーストラが住民が入ったっていうことなんですけど、日本、どないするんですかね全世界はそんな感じになってますけども、日本もね、なんかどうなるか気になりますよね。じゃシーペロですね。シーペロがタイの湾に、その、到着しまして、会談をしました。あの、相当会談をしまして、私は、見たアメリカですよね。アメリカはタイの湾を見捨てませんっていうことを会談で発言しちゃうんですよね。あの、アメリカはなんかそんな指示しませんとか言うてますけども、シーペロだ だけは、ね、見捨てないみたいですね、えー、ペシーペロがタイのワンの総統と会談をしました今回の訪問をもってアメリカのタイのワンとの連携を示しタイのワンを支持するというコミットメントを再確認したいと述べました会談の詳細については CNN が伝えたんですけども総統からはタイのワンはアメリカとのパートナーシップを強化したいという意向が伝えられましたもちろんタイのワンから、ねあのー、アメリカさんあよろしくお願いしますっていうそんな感じ なったんですけどもタイのワンはアメリカの信頼を受けるパートナーであります我々は今後もアメリカ議会および政府と取り組みを続けインド太平洋地域の安全保障経済人材育成サプライチェーン確保の分野で連携を強化し両国関係を新たなレベルに引き上げたいと今のままじゃ納得いきませんもっとアメリカとタイのワンの関係性のレベルアップやっていきましょうとそんなことを ね言ったみたいですね。すごいことをね、これこ日言ってると思うんですけども。また、総統は、タイの湾は目前に、軍事的な脅威にひるまず、自国の防衛能力を強化するために、ある努力をしますと、そういうこと語りました。総統は、ペロシ下院議長に対して、両国関係進展に貢献したとして、なんか、あの、勲章をね、授与したみたいですね。あのー、シーペロさん、ありがとうな,な、もう、勲章あげますって、なんかね、表彰されたみたいですね、シーペロが。 で、ま現状はシーペでも韓国を向かってるみたいですけども、もちろんね、これに対して中国さん黙ってませんでして、外相が以来発言してしまいました。もう中国とタイのワンとの統一、これを完了させますと。 これ言っちゃってますよね。大丈夫ですかね。外相がね、これ言ってました。中国はタイのワンとの国家統一プロセスを確実に完了する。シーペロのタイのワン訪問を受けて、中国の国務員メンバーである王外相は3日に声明をこれ発表しました。誰かが言っとったとかではなくて、外相が正式にこれ声明を発表してるんですよね。タイのワンは中国の一部であります。国家統一の実現は大勢のお盆む ところであり歴史的必然である必然ってねもう勝手に言うとだけやないかって思うんですけども一応中国側ではあの必然らしいんですよねタイの問題は国が弱体化し混乱にあった際に起きたものであり国民の最高に従い国家統一を実現は確実に完了させますとそんな発言をしてましたですねこれも結構トゲありますよねそんな言い方して大丈夫なんですかっていう いうことなんですけども、実際ね、今、中国がタイの湾を囲う形になってまして、軍事の演習をこれもう開始してます。しかも、実弾を使ってこうやってるみたいなんですけども、あの、中国とタイの湾だけではなくて、日本の領海にも入ってきてるみたいなんですよね。もう出ていけでね、ちょっとなんかもう入ってきて、こっち行ってやっていうふうになってるらしいんですよね。 中古の軍がシーペロのタイの湾訪問に反発して、2日夜から軍事の演習、これを始めました。実弾を使った射撃も実施をしまして、4日からタイの湾を取り囲むように、6カ所で訓練をします。謎にね、1カ所でええのになんか6カ所で訓練するみたいでして、しかもその6カ所がこう囲うような形でやるみたいですね。シーペロがタイの湾離れても演習を続け、民進党の総裁、政権に軍事を 字の圧力を強めていきますと。とだからシーペロに対する云々かんぬんではなくて、シーペロはね。韓国行ってますのでおらないんですけども、タイのワンの囲いっぱなしでやっていきます。っていうことですね。なんか迷惑ですね。シーペロは？ で、実際そのタイの湾の国防が2日でこれ発表してるんですけども、中国の軍機21機がタイの湾の防空識別圏に侵入したっていうことで、めっちゃ近くまで現状来ています。で、日本の官房長官松野さんも、中国が4日から行う軍事の演習の対象地域に日本の排他的経済水域が含まれていることから、中国側に対して懸念を表明をしたということを明らかにしまたいかんほか言うて、 何ぼほどいかん方でかで終わらすんやっちゅう話ですよね。とりあえずね、日本は懸念は表明したみたいですね。 だから中国がもう結構ズカズカと日本の領海にね、入ってきてるっていうことが分かりましたのでお伝えさせてもらいました。まあ、ここからはね、ま、いろんな動きがあるとは思うんですけども、ま、気になるのが中国はあの、なんか入ってタイの前に行ったら撃ち落とすとかね、そんなこと言うてましたけども、結局はま、シーペロはタイの前に行きました。会談しました。なんかうんぬんかんぬんやっても、ほんなんね言うてね、今飛び立ってますので、今んとこなんもなかったですね。まあ、わあかんないですけども まあ、長国はもしかしたら、やるやる詐欺かもしれませんね。本日以上になります。また、えー、お疲れ様でしたね。よろしくお願いします。さよなら。